よし、じゃあライアンも行っちゃうか。バトルマスターな、これは強いんじゃ。ライアンは3人パーティーやったと思う。バーバラはさっき1人だったじゃないですか。ライアンはお供を連れて、あの魔物使いみたいな感じ、伝説の魔物使いみたいな感じで3人パーティーやった気がする。だから強いよ普通に。いやー、3人パーティーはきついな、さすがにな。挑戦者の登場だ。王級戦士ライアンから。ライアンだからね。挑戦状が届いたぞ。バーバラとは違ってね、ムキムキのおっさんが出てくるからね。バーバラと違ってムキムキのおっさんが出てくるかな、今から。急に熱くなってきた。チームの登場だ。急に熱苦しいの来るからな。おお、なるほど。王級戦士ライアン、目が怖いわ。目がやるものの目じゃん。熟練の技、歴戦の技、ジョニーとホイミ。なるほどね。2231、2321か。はい、決まりました。では僕も戦士として戦います。メタルキングの剣を装備して、メタルキングの盾を装備して、でメタルキングの鎧を装備します。メタルキング三神器、いざ行かん。高速切りで変化します。お供はドラゴンと狩猟の騎士ね。バランスの取れた感じでいきますよ。結構なんか見た感じ呪文通りそうだからですね、ライアンに。ライアンにね、呪文が通ると思うから、狩猟の騎士は重要なんじゃないかなと思って入れました。さあ、このパーティーで、ここも一発クリアしたいな。バーバラ一発クリアったしな。さあ、いやでもどうだろう、全然わかんないから。とりあえず、狩猟の騎士、シャドウ打ちたい。で、激しい炎でいいんじゃないかな。見守り高そうだしね。削り合いになりそうだね。お、え、一旦目から何してるの。え、何これ、え、何これ。ノー、一旦目からかますね、そんな。ビッグバンか。へえ、ギガデインみたいな。キャドいきます。あ、やっぱ結構通るね。白の技術でキャドが通るね。さあ、ドラゴン、すごい熱気だ。おし、ドラゴンも完璧。いいよいいよいいよ。あ、いいじゃん、今回人選合ってるね。人選完璧じゃないこれ。え、何、誰か下がってる、全員か。さあ、ライアンが来た。熟練の技。さて、その実力は。おおおお、なるほどね。なるほど、盾でひるませ切りつける。うわ、かっこいい。そんなかっこいいことしてるんだ。弱えなお前、守備力下がったんだぞこっち。さあ、主人公いきます。高速切り、いざ。おお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 300で結局ホイミの分がね取り返せるよ。避け、ライアンが受けた。ライアンって避けるキャラだったっけ。次の前いい。あー、同じ騎士仲間にそんな弱えな。ライアン、歴戦の技。さあ、お前の実力は一体こい。え、うわ、かっこいい。え、かっこいいな君。いやでもライアンが強いね、これやっぱり。よしよし、大丈夫、順調にダメージ与えていこう。さあ、どうだ、これは次のターンでワンチャンご利用せなくもない。何、ガード、え、何、あ、つまずりお前下げるの。さすが男だなお前。ライアン男っすね。あ、やべ、早すぎた。マジか、ライアンさすがだな。よっしゃ、俺に連打で勝てるどうな。俺に連打で勝とうなんぞ、100年早いんだよ。世の中にはもっとね、連打がすごい人いますからね、勘違いしてみてくださいね。えいし、ワンチャンここのターンで倒せる。ワンチャンここで倒せるね。ああ、守備力が下がったぞ。
さあ、狩猟の騎士たちはどう動く？ヒャドウ、いいね。ヒャドウは代理人を呼ぶコールよ。いいね。これ激しいの出たら勝ちじゃない？あ、まだ粘るね。いや、粘ってくんな。まだ向こうにワンチャン残されてるな。最後までワンチャン残ってる。ドラゴン、テールアタック。さあ、高い力でね。いけ！ほら！あー！強っ！さあ、こっち遅いからな。結構、素早さが遅い。素早さが足んない。うわー、攻めてきた！やばい！これワンチャン負けまだあるな。これはさっきより難しいぞ。奇戦の技。やばい！さまよい鎧が残ってる、まだ。あー！え？すいません、許してください。何をしますか？おお！すげえ！ドラゴンすげえ！すべて耐え切って勝った。ドラゴンすげえ。お前たち間違ってなかったわ。こんなパーティーちなみに見たことない自分。適当に変身したもん。よくぞ試練に打ち勝った。ユウはバトルマスターとして戦えるようになったぞ。バトルマスターか。いや、バトルマスターはね、もう大会で一世を風靡した最強の職業ですからね。ある意味楽しみな。絶対そのパーティー僕使うからね、一回。いらない。舐めとん。さあ、これで転職台の全部終わりました。これでね、もうあとは、大会にようやく挑めるわけですよ。まあ、敗北者になってた僕を取り消す。ね。取り消す機会が来ましたよ、ついに。よっしゃあ。腕試しとかもあるんだね。よし、というわけで今回はね、上級職すべて終わることができました。まあね、これからね、もう、あとは勇者だけなんですけど、本当の上級職は。言うてね、ほとんどの上級職を使えるようになりました。いやー、バトルマスターの剣も全然やったことないから、ある意味楽しみですね、そういうのは。やったことないっていうのもあるからね。いやー、もしね、中高生やったら教えてください。使うから。